皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。えっ、ー、と、今日の雑貫はですね、まあ、全て自分の予定ですという、ちょっとそんな話をしたいと思います。あの、まあ、この話って、なんかいろんなところではしてはいるんですけども、今日もちょっと、えー、YouTube を見ていたら、えー、手帳術、仕事術みたいなところの、えー、動画で、まあ、そんな話をしていたんですけども、 あのー、まあ、どんな話かっていうと、まあ、自分の予定がありますと。で、えー、他人の予定がありますというところで。で、自分の予定っていうのがなかなかこう、えー、予定の中に入ってこないから、まあ、自分のこうやりたいことができないんですっていう、そんな話なんですけども。あのー、まあ、必ずそのところでセオリー的に話されるのは、自分の予定をその他人の予定よりも、 あの先回りして、自分の予定でブロックしちゃいましょうみたいな、そんな話なんですけども、別にね、気が強い人なら、それってうまくいくのかもしれないんですけども、手帳をうまくこな使いこなせない人だったりとか、気が弱い人になると、自分の予定がここに入ってましたってなっても、他人の予定がぱってこうあの割り込まれたときに、じゃあどっち取りますって言ったときに、 こっちの,その他人の予定をこう尊重しようとすると、まあ自分の方が下げちゃいましょうみたいな、まあ、そんな話になるというところだったりもするから、まあ,あの、あんまりこう、それがうまくいくとは私は思ってませんというところだったりもします。あの、まあ、その先にブロックしちゃえばうまくいくかっていうと、まあまあ、そうばっかでもないですよというところです。まあこれ私どう、私とどういうふうに考えるかっていうところなんですけども、 ちょっと、えー、考え方が先に入れればいいっていう話じゃなくて、私はそのまずスタート地点が違っていると思っているので、そのスタート地点を変えています。で、えっと、まずこのスタート地点に立ったときに、自分の、その自分の予定と他人の予定を同、えー、レベルにしないといけないと思っていて、そもそも、えっと、自分の予定っていうのが、えー、下に見られてるんです要は、そのやらないってことになったとすると、 えー、価値が下になっていると。で、えー、他人の予定の方が、えー、上になっていると。だから、えっとだ、大事な用か緊急の用かっていうどっちの用だったとしても、その大緊急の用,用事も大事な用事も、えー、相手の予定の方が上なんですよ、ね。だから、少なくとも私自身はその自分の予定と えー、他人の予定を比べた時、えっときに、他人の予定を他人と約束した自分の予定っていうふうにしないといけないかなっていうふうに思っています。まず、このラインを必ず自分の予定に合わせておかなきゃいけないと,ということにしておかないと、えー、まず意識がそ,その時点で上下関係があると。で、まあ、まあ他人の予定の方が高,高くなっちゃうと。 そこをちゃんと合わせておくということ。でそ、そこができてないと、自分の予定をここに入れましたというところで、他人の予定が来たときに、他人になんて言うかっていうと、そこは予定がありますからって言えばいいだけなんですね。自分の予定なんですって話じゃなくて、予定があるんですって他人に伝えれば、あ、他人は誰かと約束したんですねって話になってくるから、折れやすくなるんですね。なので ここのレベルを同列にしとけば、基本そ、その時に初めて、その、あらかじめ入れた先約の自分の予定が、他人の予定に邪魔されなくなる。そんなふうに考えていけば、あの、多少は、その、そもそも最初の上下関係を崩さない、崩して同じにしとかないと、その、どんなに早く入れても、 他人の予定の方が緊急で重要っていう風に言うそ、そういう頭になっちゃってるから、まずそこのところから変えないと、いくらその、えー、あの、先約って自分の予定を入れたとしても、その、他人の約束っていう風に思っちゃってる時点で、あの、もうもう、うん、他人の予定の方が強いという風になっちゃうから、まずは、あの、ちゃんと自分の予定を全て <laughs>、 他人の予定と自分の予定を全て同列の、えー、自分の予定というふうにしとけばいいというふうに思います。まあまあ、そここうすることによって、えー、初めて、えー、戦略とかっていう、えー、先取りしてブロックするっていうそういう話がこう論法として通用するかなというふうに思いますので、ま,あ、まずその説明そのものは 多少あ合ってるのかももしれないんですけれども最初のこの前提のところの話をきちんとこう交通整理してあげないと、あのその先取りするっていう話がこう,うまく通用し、伝わらないんじゃないかなという,ふうに思います。ということで、す、え、べ、ー、ては自分の予定というふうに、えー、決めて、えー、この自分の予定と、えー、他人と決めた自分の予定ということで。 合わせてて考えていくといいんじゃなかろうかなとというところでしたということで、何かの参考になればいいかなというふうに思います。えー、今日の動画は以上となります、えー。最後まで視聴いただきありがとうございました。運のたかしがお送りしました。それでは。